ハンス・ハイン・リヒラマースは、ナチス・ドイツの政治家。ヒトラー内閣のムニ人所大臣、首相官房長官を務めた。マルティン・ボルマンと共に、アドルフ・ヒトラーの側近として、権勢を振るった。姓は、ランメルスと訳されることもある。親衛隊の最終階級は、親衛隊名誉中将。ウェイ・シレジアのルブリニッツに出生。父は10位であった。 ブレスラウ大学やハイデルベルク大学に通い、1904年にホーム博士の学位を取得した。1907年に司法試験に合格し、1912年にはボイテンで裁判官となった。1913年4月29日、グリツベエルフリーデ・テペ,ペルと結婚し、1914年と1918年にそれぞれ娘を産んだ。 第一次世界大戦の際には出征して一級鉄十字章と二級鉄十字章を受章するが、1917年に戦勝のため、左目を失明した。戦後は弁護士として活動し、ドイツ国家人民党に入党。1920年に内務省に入省し、1922年にはビルヘルムクーの内閣で内務次官となっている。保守主義者だったらマースは、 ドイツ社会民主党の政治家を嫌蒙し、バイマル共和制に対しても拒否感を抱いており、そのため1928年に内務大臣、カールジェフェリンクに出席を受けた。1937年、執務中のラマース1932年3月1日に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。すぐさま党の幹部となり、9月24日に、 プロイセン州で開催された党集会にヨーゼフ・ゲッペルスと共に出席し、党幹部としての活動を開始する。1933年のナチ党の権力掌握後には首相官房長官、国務長官の職責が与えられた。同時に内相ウィルヘルム・フリックの推薦で全政府機関の主席法律顧問に任命された。1937年から ヒトラー内閣の無認証大臣に就任し、1939年11月30日には、国防閣僚会議のメンバーとなった。同時期に T4 作戦にも関与している。ラマースは、こうした立場に基づき、全政府機関から連絡と諮問を受けると同時に、すべての政治文書をヒトラーに届く前に、検閲することができ、政権内で影響力を持った。官僚たちにとって、 彼はヒトラーに代わり、ドイツの権威を代表する存在として移り、歴史家のマルティン・キチンは、これらの点からラマースを、ナチス・ドイツにおける最重要人物の一人と述べている。1933年9月29日には、新英隊の名誉指導者ともなり、新英隊上級大佐の階級が与えられた。1935年4月20日に、新英隊少将、 1938年1月30日に、新英隊中将、1940年4月20日に、新英隊大将と昇進している。1944年10月、国民突撃隊に訓示を述べるヒムラーに同席する、ラマース・トグ・デイリアン1943年1月からは、ヒトラー不在の閣議においては、ラマースが彼の代理とすることと定められた。彼は、党官房長、 マルティン・ボルマンと共に、ヒトラーの面会相手をコントロールしたため、強大な権力を持った。同年の公用文書で、大ドイツ国の国語を初めて用いたのも、ラマースによるものであった。スターリングラード攻防戦後の1943年2月には、ボルマンとラマースは、党を代表するボルマンと政府を代表するラマースと、軍を代表するビルヘルム・カイテルによる、三人委員会。 を創設した。しかし、ゲッペルスやアルベルト・シュペア、ヘルマン・ゲーリング、ハインディ・ヒヒムラーなど、他の野知党幹部に警戒されて、1944年に解散した。さらに、選挙区の悪化で、党、軍、艦長の連携が失われていったことでラマースの影響力は低下し、反対に、ボルマンの影響力は増大していった。対戦末期の1945年4月24日、 ラマースはゲーリングの反逆に関与した容疑で逮捕された。これはボルマンの陰謀であった可能性があるが、ヒトラーは銃殺に反対したため命は助かった。彼は5月にアメリカ軍によって解放されたが、オーバーザルツベルクにいた妻エルフリーでは、この拘束の最中に自殺しており、2日後には娘イルゼも自殺した。解放後、 ラマースはゲーリングをはじめとする党と軍の幹部と共に、モンドルフィレバンのアシュカン収容所に収容された。敗戦後の1946年4月8日から9日にかけて、ニュルンベルク裁判の承認として出廷した。その後は彼自身も、戦争犯罪と人道に対する罪で、ニュルンベルク継続裁判の一つ、大臣裁判にかけられ、1949年4月11日に、 懲役20年の判決を受けた。1951年1月31日に、中ドイツ高等弁務官ジョン・ジェマクロイの指示により10年に短縮された後、さらに恩赦されて12月16日には釈放された。1962年に、デュッセルドルフで死去し、祭祀の墓があるベルヒテスガーデンに埋葬された。ありがとうございます。